皆さんお元気ですか？ようこです。ようこチャンネル演歌歌謡曲レッスン第17回のレッスン曲は千葉和夫さんの出雲路一人です。今年でデビュー41年になられるそうですが、いつも若々しくスタイリッシュな千葉さんが山陰の出雲路へとさすらいの一人旅に出るダンディーな主人公を優しく軽やかに演じていらっしゃいます。千葉さんの出雲路一人を聞くと、すぐにでも山陰を旅してみたくなる魅力満載の曲です。それではレッスンの前に私の歌唱ですが、出雲路一人をお聴きください。今回のレッスンで私が歌っているキーは原曲キーからマイナス3、男性用カラオケは原曲キーからマイナス1です。参考にしてください。前奏でダンディーなトランペットのメロディーが流れますので、主人公になりきって歌い始めましょう。出雲路一人は4分の4拍子で、1小節に拍子が4つ入る曲ですが、その1拍をさらに3つに分ける3連符のリズムが基調となります。1トット、2トット、3トット、4トットというリズムで進んでいきます。このリズムを感じながら軽快に歌っていきましょう。一人旅までは3連符の中が四分音符プラス八分音符です。この3連符のリズムはターンタの弾みのリズムとほぼ同じと考えていただいて OK です。ターンタ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 一人旅なは3連符のリズムで軽やかに歌います。なあ、そして次の拍子で母音のあを上げてかららをひっつけて歌います。なら一人旅なら、続く気兼ねもなしにの部分はスケール大きく歌います。きとねは楽譜より1音低い音からすくい上げて、きがねと歌います。そして2拍目の拍子を打ったら、もと同じ音に母音のえを下げてから、ねもと歌います。なしは弾みプラス3連符。ターンタタタタのリズムでなしと歌って、2は次の小節1拍目の拍子に遅れないように歌います。ここのシニの部分でデクレッシェンド、徐々に弱めて
大人の男性ならではの落ち着いた雰囲気で伸ばします。気がねもなしに続く松江の絵は前の音から優しくすくい上げてからクレッシェンド、徐々に大きく伸びやかに歌います。松江椿のは三連符のリズムで軽やかに歌います。のは伸ばさないで短く軽やかに切り上げます。椿の松江椿の続く上はゆったりと歌って2拍目の最後の最後で軽くジャンプするように母音の尾を上げます。上かは三連符、まは弾みのリズムで歌ったら拳をかけて次の拍子でアーチと弾みのリズムで歌ってから低音を響かせて伸ばします。カマーチ上カマーチ。それでは一人旅から城下町まで伴奏に合わせて一緒に歌いましょう。同じ部分を原曲キーからマイナス1の陽子の手作りカラオケに合わせてお一人でどうぞ。続くこの部分は三連符のリズムに乗って明るく若々しく歌います。都ののは前の音から素早くすくい上げてシューッと音量ゼロにします。水の都の風は三連符の最初のリズムがお休みです。間の取り方が難しいので出遅れないように気をつけます。風、そして夏の部分でクレッシェンドします。かしくも三連符の最初のリズムがお休みです。くはやや弱い音で歌ってシューッと音量ゼロにします。懐かしく水の都の風懐かしく。続く男のは明るく男っぽく歌います。音は音とひとまとめにして歌って、子はのの音に向けて素早く持ち下げます。この男の、そしてサビをクレッシェンドして盛り上げていきます。まずサの入りが三連符の最初のお休みを取ってからになりますので、タイミングの取り方に気をつけます。オは
前の音から素早くすくい上げたら、音量ゼロにして息継ぎをします。サビを、男のサビを。続く、洗うよにの部分は、この曲のクライマックスになりますので、大きく高らかに歌います。洗うの部分は、弾みのリズムに合わせて歌います。ラは前の音から素早くすくい上げます。あらう。そしてヨは拍子を打ったらすぐに出ます。続く母音のオは2の音に向かって滑らかに持ち下げます。そしてクレッシェンドしながら伸びやかに歌います。ように、洗うように。それでは、水の都から洗うようにまで伴奏に合わせて一緒に歌いましょう。同じ部分を原曲キーからマイナス1の陽子の手作りカラオケに合わせてお一人でどうぞ。続く、しとしと降る雨の部分はメリハリをつけて歌います。2つの言葉をひとまとめにしてから滑らかに歌う部分。しと降る。弾みのリズムで歌う部分。しと。そして弾みながら拳をかける部分。雨。と、さまざまな技法で表現します。しとしと降る雨。えには同じ音でひとまとめにしてから持ち下げて少し伸ばします。しずくは拍子を打ったらすぐに入ります。くは一拍で音量ゼロにします。えにしずく。しとしと降る雨にしずく。さすらいのの部分は、さすといのは弾みのリズムで。さすいの。らは、なあと三連符のリズムをきちんと表現しながら、落ち着いた雰囲気で歌います。さすらいの。2回目のさすらいのは、軽快さと優しさを表現していきます。さすとらいは、速いリズムでひとまとめにして歌って、男っぽさを醸し出します。そして、すはすくい上げてから、ラの音程に滑らかに持ち下げます。イはノの拍子に遅れないように素早く持ち下げて歌います。さすらいの、さすらいの、さすらいの。そしてフィナーレの部分は強くスケール大きく歌います。図は2拍目の最後ですくい上げるまでクレッシェンドしながら歌います。
2拍目の最後で母音のうをすくい上げたら、次の拍子ですぐに音を下げて、同じ音程でう文字と3連符のリズムで歌って、次の拍子で母音のいを下げます。いつ文字。そしてそのいから弾みのリズムで、いひとりと歌って、りは明るく爽快に伸ばします。そして次の小節に入ったらデクレッシェンドして、3拍目くらいで音量ゼロにして歌い終えます。いつもじひとり。それでは、しとしとから、出文字一人まで、伴奏に合わせて一緒に歌いましょう。同じ部分を原曲キーからマイナス1の陽子の手作りカラオケに合わせてお一人でどうぞ。ここで出文字一人を素敵に歌うポイントをボードにまとめていますので、一時停止ボタンを押して確認していただければと思います。出雲は神話の里で、歴史も古く、有名な観光地も各所に点在しています。そして効能豊かな温泉もたくさんあります。その上、海の幸、山の幸にも恵まれた魅力満点の地です。千葉和夫さんの出文字一人を聞かせていただき、今すぐにでも旅に出かけたくなったのは私一人ではないと思います。皆さんもさすらいの旅人になりきって出文字一人を歌ってください。それでは陽子の手作りカラオケをご用意しましたので、原曲キーからマイナス1でお一人で歌ってみてください。陽子チャンネル演歌歌謡曲レッスン、今回は千葉和夫さんの
出雲寺一人を深掘りさせていただきました。次回のレッスン曲はまだ決まっていませんが、素敵な曲を取り上げたいと思っています。これからのレッスン曲の予告や動画制作の進捗状況は陽子チャンネルのホーム画面コミュニティでご覧になれますので、ぜひともチェックしてください。皆さんからのメッセージもお待ちしております。年の瀬も近づき、寒さも本番を迎えております。どうかお体を大切に、お元気にお過ごしいただきたいと思います。それでは次回の陽子チャンネル演歌歌謡曲レッスンでお会いできる日まで、ごきげんよう。